ケン・ティレルは、イングランド出身の元レーシングドライバーで、F1 コンストラクター、ティレル・レーシングのオーナー。野心的な技術を積極的に取り入れながら、チームを名門に育て上げ、1998年に引退するまで、F1 に情熱を注ぎ続けた。ニックネームは、アンクル・ケン。イギリスで生まれ、第二次世界大戦中は、イギリス空軍に所属。 戦後、兄と共に、材木賞をする傍ら1951年に、レーシングドライバーとしてデビュー。その後、レーシングドライバーとしての将来に見切りをつけ、1959年に、ジュニアフォーミュラチーム、ティレルレーシングを設立。1968年、フランスのマトラと提携し、フォードエンジンを使用する。 セミワークスチームの運営者として F1 の世界に足を踏み入れる。マトラとコスワース DFV、ジャッキー・スチュワートの組み合わせで1969年シーズンを席巻し、チーム監督として初タイトルを獲得した。翌1970年にマトラがフォードとの関係を断つと、ティレルは独立コンストラクターとしての参戦を決意した。第13戦カナダ GP で、 オリジナルマシンの001を登場させると優勝争いに加わる戦闘力を見せて周囲を驚かせた。オリジナルシャーシによるフル参戦初年度の1971年にはスポーツカーノーズを採用した003でいきなりドライバーとコンストラクターのダブルタイトルを獲得し1973年にも006デスチュワートが3度目のチャンピオンとなった。 六輪車 P34 を見つめるティレルティレルチームは近年において主流となっている新しい技術を先駆けて導入してきたことでも知られる。1971年には零零イイさんが用いたインダクションポッドを導入。1990年に零一9においてフロントのハイノーゼと吊り下げ式ウィングの元となるアンヘドラルウィングを業界で初めて取り入れた。 1997年には通称 X ウィングと呼ばれた変則的エアロパーツを考案している。特筆すべきは1976年に F1 回では最初で最後になるであろう6輪のマシン P34 を実戦に投入し2年間のうちで優勝も果たすなど好成績を示した。日本ではその斬新なデザインが折からのスーパーカーブームも 相まって、ラジコンや、ミニカーなどで人気を呼んだ。これは、ガングや、スケールモデルが莫大な反権量をチームにもたらす、場合があることを初めて示す例となった。また、新しい才能を発掘することにも実績があり、ジャッキー・スチュワート、ジョギ・シェクター、ミケール・アルボレート、ジャン・アレジなど、ティレルに見出されトップクラスのドライバーへと成長した、レーシングドライバーは、数多い。 片山右京がかるヤマハエンジン搭載例に6980年代末からバブル景気を背景に F1 回にジャパンマネーが流れ込んだ。ティレルも日本のドライバー、エンジン、スポンサーを積極的に導入し体制の向上を目指した。1997年には中島企画と提携し中島がスポーティングディレクターとして運営に参加。ティレルは中島を 後継者にすることを考慮していたと言われている。1998年シーズン前にチームをブリティッシュアメリカンタバコ社に売却したが、新代表のクレイグ・ポロックとドライバー人事をめぐって対立してチームを離脱。同年の最終戦、ディレルとしてのラストレースにも姿を見せなかった。なお1989年末にマクラーレンのジュニアチーム化をもくんだロン・デニスと、 交渉するも結局は破断。さらには1991年末にはいるバローネ。ランパンテとのチーム売却話もあったが、金額的に合わず、破断となっている。チーム消滅とともに、業界から引退。翌1999年に、水臓癌を発病し闘病生活を送っていたが、2001年8月25日に、死去した。ピットにて、 媒体に登場するときはいつも厳しい表情で知られたが、1990年には当時のスポンサーである日本審判のテレビ CM で柴田恭平と共演したことから、ティレル本人の日本における知名度も高かった。1990年の開幕戦アメリカ GP の中継では当時まだ F1 では表彰台未経験だったアレージが、 ティレル018を仮スタートからトップを走行。レース半ばに、アイルトンセナのマクラーレン MP4、5バイトとバトルを繰り広げるなど、大活躍すると、ピットで珍しく、笑顔を見せるケインの姿が、画面に映し出された。サッカーファンとしても知られ、トッテナムホットスパー FC の熱狂的ファンであった。ありがとうございます。